中山形ルールチャンネルです。やりました、3対0アウェーでの大分戦、見事なクリーンシート完勝でした。ということでまずは勝ち点3に乾杯。勝ち点3の収穫の秋。それでは僕なりに試合を振り返ってみたいと思います。前半試合開始早々は山形がロングキック、特に斜めのロングキックを早めに後ろから狙っていく、そんなように見受け取れました。特に狙うのはやはり伊坂選手の裏ですね。このところ右サイドのアタックはもう伊坂選手に頼りっきりと言っていいのではないでしょうか。ただですね、その伊坂頼みの攻撃守備というのも、右サイドの攻撃守備というのもしっかりパフォーマンスとして応えてくれている伊坂選手がいます。そしてサイドアタック、右サイドアタックというのが一辺倒でないのが今の山形のすごいところだと思います。一味も二味も変わってきました。それは何かというと、やはりまあ皆さんも言わずもがなでございますが、土井翔馬選手の加入、さらに今高江選手と小西選手の両ボランチ、ここがですね、ボールが収まる、前に運べる、ボールを前にさせるというこの展開力、さらにそれに付け加えて国分選手も非常にいいパフォーマンスをこの数試合繰り広げてくれている。守備と攻撃のバランス、切り替え、判断、非常にいい状態で山形がゲームを運んでいるこの数試合、そして大分戦もそういう感じでした。ディフェンスに関しては今節もブロックを敷いて中をギュッと固めて相手をこう待ち構える形で守っていく。ただそれによって懸念しなきゃいけないことは、やはりウェイトが後ろに下がってしまう、ラインが上げきれずにいてしまう、この辺が横浜 FC 戦で見受けられたんですけども、今節の大分戦に関しては改善できていたと思います。まあ、やはり白輪選手のパフォーマンスも良かったんですけれども、この阿部選手と西村選手の両センターバック、ここがやっぱり安定感、守備、そして前線につなぐ差し込むパス、まあ、これに関してはこの2人、今の山形の屋台骨となっているんではないでしょうか。そんな中生まれました、前半28分、土井翔馬選手移籍後3点目ですよ。あのスーパートラップ見ましたか。私の世代で言うと、もうバッチョ、ロマーリオぐらいのですね、あのピタッと右足、あのロングボールを右足でピあの位置に止めて、ボールがもうシュートが打てる位置にボールが収まる、あれはもうすごい技術です。さらに、スムーズにシュート打った後に相手に一回跳ね返されるんですけども、その後にもう一発打ちに行くんですよ。あのもう迷いのない気持ち、もう最高のゴールでした。そこにはもちろん山田選手のあの斜め、試合序盤から山形がコンセプトとして狙っていた斜めのロングボール、見事にあのピンポイントで土井翔馬選手に入っていく。さらに私が注目したのは、山田選手のロングボールを入れる前ですね、山田選手が一度、ボールを持って前に上がっていったところで国分選手に当てるんですね。それを国分選手がシンプルにもう一度山田選手に落とした後、その後に一間置いて国分選手が左サイドランニングするんですよ、しっかり。まあ、ここにボールは出てこなかったわけなんですけども、あの国分選手の左サイドのランニングをすることによって、大分のディフェンスラインが左サイドに意識がいってしまう。それによって、土井翔馬選手がフリーになる、相手の視界から消えることができた。あの国分選手の左サイドの、ポストプレートの後のランニング、あの動きによって土井翔馬選手の動き、そして余裕のあるトラップまでが、一連の動作としてはまっていった、そう思いました。そういう意味では、もちろん素晴らしいボール、素晴らしいシュートでしたけども、チーム全体として、ゴールをつかみ取った、チーム全体の、動きとしてゴールが生まれた、非常にいいゴールでした。そして大分戦の前の横浜 FC 戦同様に 1-0 で折り返す、ここでまあ山形が、前節横浜戦の反省を生かすのかっていうところだったんですけれども、もちろんホームで 1-0 でリードされている大分は前に攻めてくる、ここは分かっている。では山形は、受け身になってその大分を迎え撃ってカウンターを狙うのか、ただその時にこのところうまくいかない時間帯というのは、ディフェンスラインが上げきれない、守っていく中で、前線にラインを上げきれない、コンパクトに前に進めない、そうやってずる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 こう相手を受けて受けて受けて
ゴールを許してしまう、こういう嫌な時間帯というのが時折あるんですけども、まあ、そうならないためにどう展開していくのか、前半同様に変わらずロングキックを入れて、コンセプトとしては変わらずに、後半も戦っていくのか、まあ、この辺が見どころだったんですけれども、山形しっかりつないでいくというような感じで、後半進めていきました。もちろん狙うのは前線の選手、前の選手というコンセプトは変わらないんですけども、まあ、体勢のいい選手につないでいく、状態のいい位置の選手につないでいく、ポジションを山形が持って、自分たちのテンポを作っていく、落ち着いたゲーム運びで 1-0 から始まっていきました。まあ、ただそんな中でもやはり大分が果敢に攻撃に来た、積極的にシュートも遠くから打ってくる、危険な時間帯も長く続いていたんですけれども、そこで、ドグソで一発退場、大分の選手が退場するわけですね。あれでまあ救われたと言いますか、山形が一人多い状況で落ち着いてゲームを運べるようになっていった。さらにはそのファールで得たフリーキックをコイン選手が決めてくれた。もう最高ですね。そしてですよ、あのフリーキック、まあもちろんコイン選手のあの左足素晴らしかったんですけれども、もう国分選手の絶対に蹴りそうな助走柄のチョンですよ、あの最高の大芝居で大分の壁が崩れた。あそこで小西選手がしっかりその崩れた壁の隙間を狙っていった。見事な2点目でした。そして今節も令和の山の神後藤選手が何本、救ってくれたか。セービング、ポジショニング、そしてキックもいい、いや素晴らしいです。そして試合はよりオープンな試合になっていくんですけども、そこで得たフリーキックを伊坂選手がヘディングで叩きつけてくれた。まあゾーンで守ってた大分なんで、まああそこで後ろからあの伊坂選手の跳躍力と身体能力で入り込まれたらまあ負けますわ。そういう意味では、なぜやっぱりこのゾーンで守るっていうのが主流になっているのか分かんないですけども、僕はあの、まあ、コーナーキック、セットプレーをゾーンで守るっていうのはなかなか難しい気がしますね。やはり、ボールに向かって相手が、入り込んでくる方が絶対に強いわけですから、まあ、何にせよ伊坂選手おめでとうございました。終わってみれば 3-0、 まあ危険な時間帯もたくさんありましたが、しっかり守って前に出て積極的に出てくる大分の、裏をつくロングキックを狙っていくというコンセプト、ここが見事にはまって 3-0 のクリーンシート、僕は完璧なゲーム運びだったと思います。さあ週末はホームでの群馬戦です。順位こそ下ではありますが、決して油断はできない相手です。とにかく山形一丸、皆さんで一丸となって勝ち点3をつかみ取りましょう。それでは皆さんのご健康とご多幸、そして勝ち点3を願いまして、乾杯。いざ2連勝。